ワギメツ取った。いや、いいダメージ結構。バギブーチョいいよ。ヤマビコ4人衆来た。先に殺すか、こいつらが耐えるか。いいよ。アンズ神4つぐらいスキルかぶってそう、こいつらが持ってるスキル。まだ審判審判シングル4体増えてきたな。これはさすがにスライムだ。いや待って、アタッカー潰した方がいいか。え、どうだろう、ワンタンキルされる。もう信用ならん、ぶっちゃけ。しキラーマシン2が2回動いたら死ぬ気がする、こいつ。読まれてる。いや完璧かよそれ。あ、出た出た、臨機応変。バイキル、いや全員2回行動しとる。これ眠り攻撃にしとくか、もう一回逆風してくる気がする。眠り耐性絶対、あ、やばい。でも多分これ眠り攻撃になるはず。受け付く光の波動か。いいねいいね。 OK、 眠り攻撃になったけど寝ないか。偉すぎる、あのスライム、あのスライム偉すぎる。で今の眠り攻撃を見て多分俺の甘い息に震えてる。いやでも絶対、いや俺だったら、俺だったらもう一回逆風押すな、ここ。え、お、攻めてきた。バカ、え、神神神神神だけど、バカが、神がいる反面バカもいるんだよこれ。痛すぎた。いやそれでもワイは押すで、それでもワイは甘い息を押すで、いてつくれ。身代わりですよね。破壊 MP がない。でかい、逆風ない、チャンス、いけメガムー君、メガムー君いけ、とっておきの。あ、やばいやばい、2回動くなよ、2回動くなよ。よしよしよし、甘い息じゃー。うわーし、でかいよこれ。なるほど、まあじゃないな、ちょっと、いや、わかんねえ、ここ、ちょっとわかんねえ、こいつガンガン行こうぜにだけし、できなかった、なんかたぎってるこいつ。たぎってる。お、落ちない、落ちないだと、あいつ硬すぎだろ。いや待てよ、冷静にちょっと癒しの雨をするのはいかが。いや癒しの雨違うか。あ、ちょ、もうわ、わ、もう、いや、もう頭、頭が、おかしくなっちゃう。眠り、寝てる、癒し、まだ起きない。あー、よかったよかったー。え、なんかこれまだ全然負けれたわ。ちょっと何したらいいか分からなくなっちゃった。ウルノーガー行ってみるか。ウルノーガーもぶっちゃけ、でもなんか剣の前が前提のやつ全員弱い気がしてきた。あー、でもこれ丸々キラー刺さるんじゃない。はてなはてなキラー刺さる。剣の舞とかいう技なんとかならんか、これ。もうちょっと最初からバイキかけるんだったら関係ない。これ身代わりでしょ。インテ氷結にそんな弱くなかったはず。やで
痛すぎて振る舞いがいいダメージ、息吹。でも俺も次のターン死亡確定なんだけど、弱っ、びっくりするぐらいだ。あ、終わりか。で、対戦ありがとうございましたと。神様の時代終わったか、ね、神様に素早さアップ4入れたいまであるんだけど、これ単純にこいつの強いとこって何なんだ、ウルノーガの。あー、なるほどね。あれだ、書いてあること全部弱いタイプだ。書いてあること全部弱いタイプは、もう逆にキャリーしがいがあるっていうことは弱いって思うじゃん、普通はね。つまり弱いのではってなるかもしれないけど、書いてあること全部弱いっていうことは弱いんだ。タイガには負けん。悪いけどタイガには負けん。こんなキラーマシーンの名前サワヤンとかにしてるやつにはさすがに負けん。自分でバイキルトをかけれるのもなかなかいいところであるかもしれないけど、タイガのパーティーかっこいいな。タイガごめんな、タイガごめんな。そういうゲームなんだ。これでタイガ君も無事引退できる。こういうやつに、でもなんかさりげなくドラゴン斬り持ってんだよ。実はドラゴン斬りがあるんだよな。まあでも空裂か、自分でバイキかけるのはないよな。空裂だな、とりあえず。お前の能力ごともらうぜ。さあこれで耐えて、あ、余裕で耐える。闇だけ強い耐性ゼロ。絶対エイドとかしなくていいって。会心出る技打って攻めて、まあ、攻撃高いんだから。ドラゴン斬りワンチャンで落とすしかなくね、あいつ。2回行動は、おい、もうああ頑張れ、なんか奇跡起こせ。起こせないこれ、奇跡。あ、奇跡、ああ奇跡は起きた。外せよそういう時は。ちゃんと剣の前だろ。眩しくなかったらいけたのに。ギガデーモンとか言うとこう、一旦ギガデーモン。 S サイズ枠がつまらん。同じやつしか根に持つタイプの6匹ぐらいの中からしか選べないのつまらん。スライム団子待って、知らんやつ来たけど、本当に知らないやつが来た。何してくんのあれ。いや、俺のギガデーモンの力見せたい。バルザック、ギガデーモン、鬼コンボ、結構全員強いんだよ。みんな強い。一人寝た。ドルマドン、ドルマドン。え、お前あ、頭悪いだろお前。ああ、そういうやつね。え、なんで頭悪いだろうにそんなことするお前。向いてないって絶対その戦い方。絶対向いてないからやめな、今すぐやめて。で、ドルマドンやめて、ドルマドン。で、しかも全然動かないし、ね、寝るし。めっちゃ回復してるやん相手。で、甘い息して光の波動で起こすか。自分をなんか知能でも戦えるタイプのデブだと思ってる。あ、ナイスナイス。いやいや、今起こしただけ全員。だから状況はいい、すごい状況はいい。何すればいいのこれ、身代わりか、身代わりなのか。ちょ、ドルマドンで真ん中もう殺そうぜお前。そのまま最初のあれを忘れない、心させるなお前。ドルマドン
闇ブレイク、闇のコツ、ラージキラーが全部暗黒山、違うけど、まあいい、落ちたらいい。わあ、一気にいっちゃう、一気に。あ、すごいすごいわ、お前気持ちいいわ。なるほどね、そこまで全部計算済みね。パワー系かと思ってたわ、こいつ考えるタイプだ自分で。おお、これ身代わりなさそうだ。ただ闇系が効かなそうな感がすごい。まあ、これはドルマドンじゃなくていいわ。バイキルと暗黒山連打。いや、これラージキラーと闇のコツ、闇のブレイクからの何が言ったっけ、なんかこいつ幽霊強いのしか書いてないんだよ。強い大地、うわあそして最後に知性を見せていく。最後にしっかり知性を見せていく。何ついてたっけ、待って、闇のコツ、闇ブレイク、ラージキラー、え、スモールキラーも入ったっけこいつ。あ、プレッシャーだ。あ、え、ちょ、超会心アップがついてんのか、やけに会心出るなと思った。あれ親戚、親戚来た。ちょっとあの、いきなりピオラ軍団やばそう。あいつら根に持つタイプじゃないけど、パニーニと眠りの小五郎が絶対いじめてくる。ただ眠りは左で大丈夫、パニーニはこいつがマックス耐性あるから大丈夫。よってここバイキで眠りだけ防いでくれれば。まずは身代わり、そいつは全部防げる。で、次のターンの混乱は食らっていい、メタパリナーズは食らっていい。で、バイキかかって、これで両端持ってくるでしょ。暗黒山が999入ってて強すぎて、いてつくはうざいが、ヒプロス強っ、キプロス。ただこれ根に持てる、根に持てたがやばい。あ、いや、身代わりすればまずない、まずないのか。これ眠りを肩代わりすればいいんだ、もらっといて暗黒で回心、ラストスタンド、オッケー。あれ全勝こいつ今、なんか何がそんなに強いのか分かんないけど噛み合ってるほんまかそれ合ってる、エル再生するやつ。いや、あいつ根に持ってたやつだよね。まあ、さすがにバイキか。どういう付け、あ、超丸々キラーかこいつも。マーマンね、ということはじゃあ、ようや、マーマンって考えたら超ようや。マダンテ本当に消し飛ばなかった今、すごい消し飛び方じゃない。うーわ、それ刺さる、2回動いた。いいダメージ、ここで捕まるんだよな。悪魔斬りとかいう意味わかんないやつしてくんの。これさすがに波動だよな。あ、さすがに波動だな、さすがにきついな。でかい、あ、バカでよかった、 AI バカでよかった。やっぱあの単体攻撃ダメだ、ああなるんだ。うわー、出ました、ウサギ出ました。ウサギは割り切りが必要だよな、結構苦みがしかないか。してこない、身代わり、身代わりしてこない。一回行動、ワンチャン、マダンテ、そこ二人か、はいはい、待って、それ、うわ、絶妙に残ってる。ここ眠らなければだな、なとこ見せてけ、頼む。え、そんなバカな、そんなバカな、え、待って、身代わり張ってない、ある、ある、バーストすんなよマジで、相手バーストすんなよ。あ、来た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 、何、どうしたのお前、どうした、おお
いな、なんか全然なんかよくわかんないけど勝ってんの何これ。ワルボー見飽きたわ。ワルボーリリーパッドとアイテムちっちゃハゲルメタル、このベビーパンサーもさ言うてゴミなんだよな。ねえゴミすぎ。マジでゴミ。ベビーパンサーアルミラージとあいつが一番のゴミだった。ベロリンマン。しょうもなすぎやろ。ショタンラブリーがどうしようもなすぎる。おお。これさ、クソ強いんじゃない？これ光の万人に。待って、チビアルミラージ初めて見た。これ暗黒山ぶっ刺さりじゃない？ナフはね、あんまなんか、てか もっと大胆にいろいろ変えてほしいわ。そんな、おたけびだけちょっと修正しましたみたいな。謎の修正じゃなくて。メダパリナス。うわ、混乱系か。飛ぶ。復活する。そうなっちゃうよね。3回動いたのは偉い。なんか2回受けたんだからさ、お前攻撃2回受けたんだから治れよ。一体許されたけど、バカバカバカ、お前強すぎだ。なんかゴッドライダー増えたな。苦味が耐久より早いって縛られる。そんな入んねえな。ループね、ループ。まあでもいてつくまでもないんだよな、これ。プレッシャー入ってくれたら神だったんだけどな。いやでも正直思ったより早かったわ、修正。思ってたよりもだいぶ早かった、修正来た。もっと時間かかると思った。いいよ、呪文反射が、呪文反射が暴れております。仕事納め修正、最後にこれだけはって。いやまあでもいい判断、切断直したのは本当にいい判断。あいつ絶対2回行動するんだけど、やめて。真ん中しんど。こいつさ、エルキラーがついてるからさ。お、素晴らしい。 L サイズキラーがついてるから、え、なんで？ちゃんと真ん中から殺せるんだよ、そこがいいわ。火力も高いし。なにこれ、弱そう。あ、いや違う、あれだ、即死だこれ。まあ、こういうやつらは分からせる。身代わりゼロでしょ、言うて。もうこれ倍切れいっそうでしょ、パワーで、パワーで分からせる。いやこれ呪文反射って預かったルカナ剣、剣やっぱゴミだわ。いて疲れた。2回動いても大丈夫。やっちまえ、うえー、え、これは容赦のないダブミガで。プレッシャー、一体捕まえて。でも L サイズキラーの関係でこの S サイズ4体の方がぶっちゃけ戦いたくない相手ではあるんだよ。でもこれ次動いたら勝ちやで。火力高えな、あいつやたら火力高えな。
はい、綺麗に。普通にこれ3600ダメ出てるってやばい。ゴールデンスが、この見た目で強戦士じゃねえんだよな。でも強戦士はクソってあいつが証明してくれたから、トラ男が証明してくれたんだよ。強戦士はクソって、バイキでダメージ無効つけた方がまだワンチャンあるな。これは上取ってたらな、回避上昇は意味ない。うわ、ダメージ無効ついた。2回行動ね、バイキー。うわ、しかもしっかりこれちゃんと2回行動するんだよな、相手の位置から2回行動は。で、起きませんと、こっちは。で、2回行動するんだよな。同じか？なんか当たったな、これ。いや、ギガデーモンの眠り耐性をそれか上げるかだな。火力はね、もはや足りすぎてるまであるかもしれない、これ。余裕で火力足りてるから。1個をミラクルかウルトラにするか、でも1個ごときじゃ変わらんからな。気絶耐性150にして寝返り、強戦士よりもなんか寝返りの方が強そうだね。1回しか動かないの？やばいよ、それやばいよ。ナイスー、抑えたのでかすぎ。しかも勝手に身代わりした、えらい、えらすぎ。プレッシャー強いじゃん、意外と、意外と強いじゃん。やる、いや気持ちいいな、なんかお前圧倒的強者って感じがするもん、こいつ立ち回りが。ハイボールマン友人よ、友人よ、身代わりいてはかな。友人よ、でも効かねえかこいつ、闇相手のリリパッドが何してくるか。バイキーサポート、あ、バイキー殴ってくる系ね。回避はいい。1回かー、ここーいてつきたいよね。ダブル身代わりしてくるのかな。ダブル身代わりだーこれ。あ、いや、シングル身代わり、めんどい。大丈夫？999。おお、右落とれてない？オッケーオッケーオッケー。最後若干ナメプしたのが気になるが、メガザルがなければ勝ち。メガザル持ってるやつ多いんだよな、三択。あ、ベホイミーが暴走しとる。オッケーオッケーいくらでも暴走してくれ、そんなマジで。なんか勝つな、 L サイズから落とせんのほんと強いわ。おお、対抗心燃やしていく。バイキルトなしでも999を乱発してんのが強い。ええー、ってええー、ってお前も。ああ、まばゆい光を食らっても呪文もできちゃいますよっていう。うわ、文武両道見せつけていく。ベロリンマン来た、ベロリンマン。え、本当に同じ L サイズこれ。え、でかすぎない、あいつ。あれ、強戦士なんだよな。クソゲー始まるこれ。でも、どうすることもできないんだけど。L サイズの中で一番低いベロリンマンと一番でかい、あれにされてそう。ネルギルにされてそう。一人剥がされる。2回で許して !2 回で止まった。え、硬っ！何や、キモいやつ、ほんとに。あいつのが強いやってること、あのキモいやつ、何なんで当たんないの。当たらない、おかしいだろ。三河シアップ不愉快すぎる。バイキン不愉快だよ、やっぱりあいつ。やっぱベロリンマン不愉快だよ。
出た。メタスラプレッシャー発動してほしい。これメタスラか。いやこれ身代わり張らなくていいな。これなんならこれは甘い息を通したい。甘い息と凍てつく波動でいきましょう。ワンタンキルされなければいい。お前が身代わりすんの、新しすぎだろ。それはさすがに新しすぎる。おい、そんな都合よくブレス反射つくな。何これ、何当たってないのこれ。攻撃効かないのか外してるのかどっちだ。俺もベロリンマン使いたいんだけどね。俺のベロリンマン弱すぎる。肝心なスキル何も持ってない。成長限界までせっかくさ育成したのにさ、1個スキル間違えただけでまた1から育て直しなの、マジだるすぎる。ほんとにブレス反射だけやめて。暗黒山超痛いんだけど。2人寝た、起きた。え、これ待って聞いてない、当たってない、どっち。普通にまずくて身代わりでしょ。いやでもブレイクバってってやん、白黒ガードスペシャルなんでつける、つけないよ。身に持った、寝た。な、どうした。なんか過ちを犯そうとしてるこいつ。それしかもう勝ち筋じゃない。こっから削っていくしかないのか、もう。もしかして。おーい、じゃあどうすればいいんだ、これ。ちょ。行き先に困るわ、こんなん。はい。で、光の波動か？今、わかんねえ。正解がわかんねえ。ジバルンバ？わからん。ガチでわからん。おい、起こすなよ。やばい、文武両道。いろんなことしてる。なんか勝てそう。やばい、それは。神！ちゃんと攻撃取る。いいよギガデーモンくん、なんだギガデーモンくんだった。やっぱ鍵は